はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。今週も10分間よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の質問は、不動産投資で空室になるのが心配で一歩踏み出せませんっていうことなんですけど。あ、はい、まあ、空室、こんにちは。不動産投資で一番やっぱり、うん、その良くないのが空室なんですよね。うん、まあ、家賃が低いとか、変な物件買っちゃうっていうのもやっぱりまずいんですけども、入居者が入らないっていうのがやっぱり一番問題なんです。うんうんうん、ね、みんなその空室問題があって一歩踏み出せない人って結構ね多いと思いますね。山口さんの勉強会にもいらっしゃるんじゃないですか。多いと思いますね。で、まあ、これはすごい答えるのが一つの答えではないんですけれども、じゃあ空室が怖いんだったら、じゃあ空室がないようにすればいいかっていうと、またそれは違うんですよね。例えば都心の物件買ったりとか、駅近の物件買ったりとか、あとはなんか家賃保証とかっていうのもあるんですよ。うん、なんか空室があろうがなかろうが家賃を保証してくれるっていうのが、保険みたいなのがあるんです。うーん、なんで空室が怖い人で不動産やる人が結構ね、そういうものをやってしまうんですけれども、まあ、結論から言うとね、あんまそれで儲からないですよ。てか、むしろマイナスになっちゃう場合があるんで、やっぱりゼロから大家さんになるためにはちょっと空室と戦わなきゃいけないんですよ。へー、そうなんです。で、まずその全くやったことないけれども空室が怖いっていう場合はですね、まあ、大家さんの話をたくさん聞きに行くっていうのが、僕はすごくいいんじゃないかなって思います。これ間違っちゃいけないのが、不動産業者さんの話じゃないですね。みんなね、その業者さんに行って、なんかそういう会社に行っちゃうっていうイメージの方が強いんじゃないですか。そうですね。大家さんの話って山口さん以外にどうやって聞きに行くんですか。まあ、例えばインターネットで不動産投資セミナーとか勉強会って調べると、まあ、100% 一番上に出てくるのってやっぱり不動産業者さんなんですよ。で、一番最初に不動産の話聞くっていうと、やっぱり業者さんの話になっちゃう人多いんですけども、まあ、結論から言うとそういうとこではなく、やっぱり大家業ですよね。で、今の時代はやっぱりインターネットでブログとか書いてる大家さんが勉強会とかやったりよくするんで、そう、大家さんに会いやすい時代ですよ。あ、ネットがっていうか SNS も、そう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 。なんで大家さんがやる、まあ、あんまりお金がかかんない勉強会から、いろいろそうやって、たくさん参加してみることによって、周りのもう初めての方とかっていらっしゃるんですよ、同じ参加者で。それでなんかちょっと自分の感情なんかも落ち着くんじゃないかなって、あ、こういう人いっぱいいるんだって、自分みたいにとか、自分だけじゃないんだっていう、そうですね。なんで環境の力を使うといいんじゃないかなって思います。自分みたいな初心者の方の話を聞いたりとか、まあ、ここはちょっと感情面の話。で、実際儲かる物件っていうのは、やっぱりなんかちょっと僕のよく YouTube でもアップしてるんですけども、ここ人入るのかなみたいなところの方が多いんですよ。まあ、これは何でかっていうと、人気がないために安く買えるからなんですね。なんで、まあ、やっぱり大家さんの会とか行けばそういう投資法をやってる人ばっかなんで。ああ、そうなんですね。はい、まあ、相当金持ちですよ、都心駅前なんて、買える人なんかは。ね、駅から遠くてっていうだけでもうなんかこう、ってね、入るのかしらっていう、そうそうそう、そういうブロックがかかっちゃうっていうか。そうですね。なんで入りづらいのをどうやって入れるかっていう、その工夫する力にエネルギーを変えた方がいいんじゃないかなと。なんか山口さんのお得意分野というか、はい、うん、そんな感じですね。
にもざさんが人それぞれ欲しい物件って違うみたいですよ。そうですね、うん、まあ年収とかもあるでしょうし、あのなんつうかな、まあ住みたい物件とかも、本当は駅近く住みたいんだけども、駅からちょっと遠いとこになっちゃう人もいらっしゃるでしょうし、そう、ただ投資用として買うと、やっぱり都心駅近ってね、なんだかんだ言ってね、ビギナーの方は買いたがりますね。あー、へー、儲かるんじゃないかっていう、儲かるっていうよりか安心、あ、恐怖ですね。恐怖で、イメージはなんかすごくね、いいっていうのはあるけど、はい、まあそういう感情的なところは環境の力を利用する、使うっていうことをやってみるといいのではないかなって思います。はい、はい、じゃあ、YouTube の方はですね、はい、これで終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。